フランクフルト音楽舞台芸術大学はドイツフランクフルトアムマインに本部を置くドイツの芸術大学である1878年に設置された音楽部門演劇部門舞踊部門を置く1878年9月22日フランクフルト市民ヨーゼフホッホの医師により寄付され退散でホッホ音楽院が開設する1938年 この音楽院から派生する形で、ヘッセン州立の大学が設立され、現在に至る。学部は3部に分かれる。この他に、ピアノのための室内楽、リート伴奏、コレペティトル養成のコースや、クロンベルクアカデミー、アンサンブルモデルンアカデミーといった外部教育機関との提携、また、舞台芸術部門においては、ヘッセンテアーターアカデミーとの提携があり、学外での機会を得ている。 ホッホ音楽院は、設立当時から、年齢の制限なく子供も大人も学べる音楽学校であった。著名人も多く集い、大きな発展を遂げていた。この音楽院も、例に漏れず、ナチスによるグライフィシャルトゥングに従うことになる。その後、州立の大学への転換を命じられ、適当な人員、校舎、楽器や楽譜は、新しい大学に持ち込まれた。 その後のこの音楽院は、独自に発展を続け、早期教育の場、大学に入る準備をする予備校、また子供から大人まで誰もが音楽を学べる場とし、音楽教室と大学の間に位置する一教育機関として、長い伝統を守っている。ヨアヒムラフ、クララ・シューマン、エンゲルベルト・フンパー・ディンク、フーゴベッカー、ハンス・プ・フィッツナー、パウル・ヒンデミット、ハンス・ロス・バウト、 オットークレンペラータベア、ジンマーマン、クリストフ・プレガルディエン、ハルトムートヘル、ミヒャイル・ザンデルリング。ありがとうございます。